よし、よろしく。よっしゃ。オファーが来て嬉しかったですし、どんな感じでするんかなっていうのがちょっと緊張感があったりとか、ワクワク感があったりとか、なんかもっと簡易的なものだと思ってたんで、なんかすごいものに出演してるんだなっていう、そういう、はい、思いがしましたね。そうですね、本当に初めての経験で、最初はすごい緊張して、ちっちゃい声しか出せなかったんですけど、うまくリードしてくださったんで、なんか後半になったらすごい勢いよく声が出せたので、まあ、実際どんな感じでそのゲームに登場するかわかんないですけど、まあ、でもいい感じに仕上がったらいいなっていうふうには思ってます。10秒以内でその決着がつくっていうスポーツは多分陸上だけなので、まあ、そういうところにちょっと惹かれて頑張りたいなっていうふうには思いましたね。全力で声出して収録したので、もしよかったら僕と対戦して、めちゃくちゃ速いらしくて、僕が9秒前半ぐらいで多分走るらしいので、ぜひ、はい、対戦してほしいなっていうふうに思ってます、はい。